し。はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ここからなんでね、またなんか辛いラーメンか焼きそば食べるんじゃないかなって思われる方もいらっしゃいますけども、今回はですね、辛いものは辛いものなんですけども、ラーメン屋ですね、焼きそばじゃなくてお菓子いきたいと思いますよ。本日ご紹介する商品は亀田製菓の柿の種超辛いわさびです。こちらね、超辛い点あるんでちょっと期待できますよね。こちらね、裏にですね、超辛いわさびのね、発売のきっかけとなったね、お話書いておりますね。こちら読んでいただければと思います。結構面白いんでね。で、超辛いわさびどのくらい辛いんでしょうかね。ということで早速試していきますね。見た感じですね、もう普通の柿の種なんですよね。香りもね、わさびの香りはそこまで強くないんですよね。まあ、ピーナッツの香りが強いせいかもしれませんけども、わさびの香りはそこまでしないんですよね。それでは早速いただきます。これ結構こうきますね。わさびの辛さって鼻にツンってくるじゃないですか。そのね、鼻に抜ける辛さ、これがめちゃくちゃいいですね。これね、食べれば食べるほどこのわさびの辛さがね、どん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 効いてくるような感じですね。いや、これはこれでめっちゃいい。これ結構きますね。この柿の種をね、一度に多くの量をね食べるとね、その分辛さも強まりますね。これね、ほんと一度に口の中に入れる量をですね、増やせば増やすほどこのわさびの辛みもどん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 強くなっていきますね。ってことで一袋一気にいきたいと思います。ただね、ピーナッツはね、もしかしたら喉に引っかかるかもしれないんで、ちょっと先にピーナッツだけ食べますね。それではね、ピーナッツだけ食べました。残りはね、牡蠣の種だけですね。さっきね、一度に食べた時結構鼻に来たんでね、これだけの量一気に食べるとかなり辛いんじゃないかなって思うんですよね。ちょっと勇気いるな。ということでいただきます。やば。目でめっちゃ涙目。バカなことしたな。ということで、亀田製菓の柿の種、超辛いわさび。ね、わさびの辛さが好きな方はですね、ぜひ試してみていただければと思います。これ一つ二つだね、ちょうどいい適度な辛さなんですけども、この柿の種をね、食べる量が増えれば増えるほどね、辛さどん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 強まりますね。ね、一気に口の中に入れないように気をつけてくださいね。また、ピーナッツが入っておりますので、一気食いされる方はですね、もうピーナッツは省いて食べられた方がいいかもしれないですね。っていうかね、ほんと、ね、ほんと食べる量でめちゃくちゃ辛くなりますんで、気をつけてくださいね。
ご視聴いただきましてありがとうございました。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。めちゃくちゃ辛そうでしたよね。あんなに辛いなんて、私も試してみようかな。わさびの辛さが好きな方はぜひ挑戦してみてくださいね。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。わさび系の激辛はもう久しぶりだったですねっていうかね、ほんと一袋一気にいったのはちょっと辛かったですね。っていうかね、結構辛いんですよ。辛いというか鼻に抜ける辛さね。ね、なんだろう、ちょっとむせるようなね、ほんとね、口の中っていうか鼻がツーってくるような感じでね、ほんとわさびの辛さすごいんでね、ね、もう一度に口に入れる量をね、抑えてお召し上がりいただければと思いますね。ちょっと辛さ楽しみたい方なってことはね、10個ぐらい入れてみてはいかがでしょうか。でもね、ほんとめっちゃ鼻にきますんで、お召し上がりになられる際は気をつけていただければと思います。私もね、涙目になっちゃいました。ということで、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、だんだんだー。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。